アルゲンタビスもしくはアルゲンタビスは900万年前から680万年前に生息していたと考えられている鳥類の古生物である。飛翔性の鳥類としては史上最大級である。新大三期中シニオにあたるアルゼンチン中央部と北西部のイペクエン層とアンデルフアラ層のうちの3カ所から状態の良い化石が得られている。アルゲンタビスの基地の一つの上腕骨は ある程度の損傷を受けているが、それでも生前の大きさの正確な推定は可能である。アルゲンタビスの上腕骨は人間の腕全体よりもわずかに長い。丈夫で強靭な足と容易に歩行できる巨大な足を持ち大きく開くことのできるくちばしは巨大で細長く、その先端は針状になっていた。アルゲンタビスの翼会長は推定に用いられた。 海気分析と原生のカリフォルニアコンドルとの比較のどちらに準拠するかで異なる。かつては翼海町7.5から8.0メートルとされたが、後の推定で5.09から6.5メートルの可能性が高いとされた。翼海長が7メートルに達したか否かは現在のところ不明である。記載された際にはアルゲンタビスは史上最大の飛翔成鳥類だったが、 現在では2014年に記載された翼海蝶7.0から7.4メートルのペラゴルニスサンデルシがそれを上回っていることが知られている。地面に立ったサイの背丈は人の身長とほぼ同等の1.5から1.8メートルで、くちばしからオハの先端までの全長は約3.5メートルに達した。かつてアルゲンタビスの体重は80キログラムとされたが、 状態により体重は変化するものの、より洗練された手法により、典型的な体重は70から7 2ラムで、あると示された。アルゲンタビスは、かなりの差をつけて、史上最も重い飛翔性鳥類の称号を、未だ保持しており、例を挙げるとペラゴルニスは、わずか22から4 0ラムである。原生鳥類で最大の飛翔性鳥類である、ワタリアホードリは、 平均3から3.7メートルを、翼海長を誇る。アルゲンタビスマグニフィケンスは、陸域に生息した鳥類であるとわかっているため、比較するのに、都合の良いもう一つの鳥はコンドルである。コンドルは、平均的な翼海長と体重を持つ陸域の、最大の原生鳥類であり、翼海長は3.3メートルに達し、体重は、平均11.35キログラムで、 最大1 5ラムに及ぶ。コンドルのようなコンドル化は、アルゲンタビスなど、テラトルニス化に最も近縁な原生鳥類と考えられている。なお、アホードリもコンドルも当然平均体重は、テラトルニス化よりも、はるかに軽く、両者は、それぞれ8 5キログラムと1 1 3キログラムで、ある。極端な場合を除いて、飛行能力は、 体重比率の単純な問題ではなく、翼の大きさと構造を考慮する必要がある。大雑把に、鳥類の飛行の翼面荷重の限界は 25kg、平方センチメートルであると考えられている。現生鳥類で最も重いものは 21kg に達する。コブハクチョウは、その極端な重量ゆえに飛翔能力を失った、可能性があり、23kg とわかっている。 一方で、原生する鳥類で最も背丈の高いものは背丈1.8メートルに達する、大鶴であるが、アルゲンタビスに匹敵するその背丈は長い足と首に由来するものである。すべての飛翔性の動物で最大のものは、鳥類ではなく、白亜紀に生息したアズダルコ科の翼竜である。ケツァルコアトルスやハチェゴプテリクスといった、 最大級のアズダルコカ翼竜の翼海長は10メートルを超えたと推定され、保守的でない推定値では12メートル以上に達する。アズダルコカの体重の推定値は様々だが、2010年の推定では200から250キログラムとされている。現在受け入れられているアルゲンタビスの体育の推定値を以下に示す。 コウシミオの哺乳類の上を飛ぶアルゲンタビス原生鳥類との比較によりアルゲンタビスは2年ごとに1キログラムを超える卵を放卵したことが示唆されている。気候を考慮するとアルゲンタビスは冬に孵化し親鳥が放卵と食料調達の作業を数日ごとに交代し子供は約16ヶ月で巣立ったと考えられている。ただし 完全に成熟するには十数年を要したと見られている。死亡率は低く、存続可能な個体数を維持するために、毎年の死亡率は2%未満であった可能性がある。当然、アルゲンタビスが捕食により死亡することは、ほぼなく、死亡は主に老衰事故、疾病によるものである。翼の大きさと構造から、アルゲンタビスは、 短時間の羽ばたき飛行を用いて、主に舞い上がって飛行していたと推測されている。熱による上昇気流を利用した可能性もある。アルゲンテビスマグニフィケンスの翼の最小速度は秒速11メートルと推定されている。特に離陸の際には、風の影響を受ける。走行や跳躍でスタートを切れるほどに、脚部は強力だが、効果的に羽ばたくには、 翼が単純に長すぎるゆえに、地面からある程度の高さに達するまで羽ばたくことは不可能だった。なお、長時間羽ばたきを行うまでに強力な胸筋を持っていなかったことが骨格から示唆されている。アルゲンタビスは離陸の際に山の斜面と向かい風を利用していた可能性があり、緩やかな傾斜でも少しの労力で飛び立てたと考えられている。 飛行の仕方や生態は、現在のコンドルと同様に空から死骸を捜索していた可能性がある。中心オの間は、アルゼンチンのアンデス山脈の昇級は、現在よりも温暖かつ乾燥しており、さらに上昇気流を得て空中に止まる助けとなっていた。アルゲンタビスの縄張りはおそらく500平方キロメートルを超えると測定され、彼らはそれを食料の捜索に用い、 不利な風で減速するのを避けるために普段はおそらく南北方向へ飛行していた。アルゲンタビスは金縁種と比較して航空力学的に積極的な狩りには適していなかったと推測されている。アルゲンタビスはおそらくフニクスなどりを好み、ディラコスミルスかのようなと獣下綱の捕食動物が仕留めた獲物を狙って彼らを習慣的に追いかけていたこともあり得る。 当時のその場所には、もう一つの地上性の頂点捕食者であるフォルスラコス、カガオリ、彼らもアルゲンタビスに利用されていた可能性がある。現在のコンドルやハゲタカとは異なって、テラトルニスカは長いワシのようなくちばしを有し、積極的な捕食動物であったと信じられている。これは、アルゲンタビスにも当てはまるが、他のテラトルニスカはその体格を考慮すると軽量では、 なかった。アルゲンタビスはその体格と翼を使って地上の捕食動物を脅して獲物を奪った可能性がある。アルゲンタビスは大型の月脂類や小型のアルマジロ、ラクダのような大型動物の幼体といった小型の獲物を待ち伏せして捕食した可能性もある。アルゲンタビスが1日に必要とした肉は2.5から5キログラムだったと考えられている。 活発に狩りをする際、アルゲンタビスマグニフィケンスは、おそらく獲物に空高くから急降下し、着地することなく、くちばしで掴んで殺害し飲み込むことができたと推測されている。しかし、彼らも強風が吹いて離陸可能になるまで地表で待機していた可能性がある。頭蓋骨の構造から、アルゲンタビスは獲物の肉片を引きちぎるよりも丸ごと捕食していた。 ことが示唆されている。ありがとうございます。